北朝鮮が日本人の拉致問題の再調査約束しましたけど、どうなんでしょうか、進んでいきますかね。おそらくこの、まあ、この番組の前身の中西さんの時代から聞いてくださってる方だったら、はい、おそらく日本で最も、そのことについては情報のトップを独走してたと思うんですよ、うん、私はずっと指摘してきました、はい。例えばモンゴルの、大統領が来られた時に、はい、安倍さんは幡ヶ谷の自分の私邸に呼んだんですね。おう、これは外交儀礼的にはまずないことですよね。はい、でその時僕は何をここで喋ったかというと、ええ、とにかく情報漏れを恐れていると、うんうん、つまり首相官邸公邸であっても、ええ、周りには役人がいるわけですね、ええ、でこれまで北朝鮮との交渉で全部ことごとく失敗してきたのは途中でリークがあったんですよ。はあ、そうですか。でも情報が漏れると、であの国はですね、その我々とその価値観が違って、ええ、要するに情報工作国家ですから、うん、つまり情報を独占していて秘密に物事を行っているということが権力なんですね、はい、だからそれが漏れるということを非常に我々の考えよりも嫌がるんですよ、はい、ところがもう本当やってることはバカみたいにですね、どうでもない三流政治家がですね、新与田のハルピンだの言って、わざと空港から出るところを取られたりしてたでしょ、民主党政権時代に、はい、バカかと言ってあんなもので工作がうまくいくわけがないんですよ。なるほど ね、はい、ね、だから、まあ、モンゴルルートをずっと使ってるって僕は分かってましたけれども、なるほどこう来たかと、首相、うん、自宅で話をしたかとでほぼ同じ時期にこれを僕の番組指摘しましたが、はい、安倍さんは自分の弟の岸信夫さんをですね、はい、外務副大臣に任命したんですよ、はい、ああそう来たかと、これも分かりました。つまり身内しか信用できない、あ弟しか信用できないでその周辺にですね、本当に信頼できる人々を配置しました。佐伯、だから佐伯さんを事務次官に起用したのもそうです。で今のアジア太平洋局長、はい、首相動静をずっと毎日ここその今回の発表の前に見てましたから、僕ずっとその人たちが官邸に集まってる、はい、ああこれは来るなと思って、でしかもですね、場所をストックホルムにした、はい、今までずっと中国の北東部だったでしょ、東部だったでしょ、でしたね、それをストックホルムにしたということは中国の監視から逃れたわけですよ。あ、と同時に中国との関係もこれで分かりました。中国からの援助がチャン・ソンタクを殺したことで切れたので、あ途切れたんですね、はい、要するにもう窓口は日本しかないわけですよ、はい、うん、だから、そこへ使ったということでですね、うんうん、これは来るなと思ったら、僕はもう完璧にストックホルムで会議が開かれた時からこれは絶対に結果が出ると思ってました。はあ、そうですか。それなのに日本の大マスコミは全部交渉不調って打ちましたよねはい、でしたね。ただこれも裏の裏があって、はい、これは官邸が根回ししてます。根回し、はい、ここも事前に交渉経過とかを書かせなかった、はい、これは日本の記者クラブって制度が初めて役に立ったと言えるかもしれないけど、そうですか。そういうふうにわざと出すようにしてたわけですね。知ってますよ、それはいくらなんでも、はい、よっぽどバカじゃなかった記者は、そうですね、空気ぐらいは、はい、うん、ということでですね、まあ、今回お互いみんなが協力し合って、うん、このでとにかく安倍さんが本人であそこで発表するという絶妙のタイミングでやったでしょう、はいはい、でもちろんアメリカと韓国にも根回しをしてます、と同時になぜ今か、はい、中国は今一番身動きができない。8月4日の明日の天安門事件25周年を控えて、内政でそれの情報統制でネットも全部監視して、とてもじゃないけど外にまで手が回らない、はあ、で韓国は、文句を言う筋合いがないというかですね、うん、セオル号事件でそれどころじゃない、はあ、総理大臣も任命できないぐらい爆さんは今もう立ち往生している、はい、でアメリカはちゃんと多分この間行った時にオバマさんが来た時に話してますね、はい、ということで外の環境を全部整えておいて1位の3ですわ、はあ、と同時に今回最大のあれは文言にですね、発見したら返すと入れました、はい、あれは大きいですね。そうですね、前の5人の時も一貫に日本に来てそれから戻す戻さないでも目に思いましたけど、うん、返すと書いてと同時に、はい、おそらく名簿はもうできてます。おお、その名簿ある程度そうでないと、これだけの芝居を打って成果がないと安倍さんの方が今度は窮地に陥る、うん、まあ、そんなことあれ成果がないと窮地に陥るだろうなんて書いてるバカみたいな朝日新聞みたいなところありますけども成果の確約がなくてこんなお芝居打つわけねえだろバカってとこですよ。それはあるんですよ、だからもうその人は帰ってくると、はい、安倍さんの表情を見てるとその中には相当我々の名前を知っているような、ひょっとすると横田めぐみさんも入っているか、そう、一番その名簿の中身が気になるんですよね。あのね、これも言っていいのかな、有森さん神戸のね、はい、何人かには事前にこういう結果になるよということを
が伝えられてたみたいですね。あ、そうなんですか。だけどその絶対メディアとかには喋らないでくださいねと、ほう、いうことで、だから家族の方々の反応が割とこう落ち着いていて一様だったですね。はいはいはい、コメントとかも。あ、ということはもう知らされている、はい、そこも根回しが僕あったと思いますね。ということは相当な、もう結果までが見えている話だと思います。と同時に遺骨も返すとかね、はい、それから向こうにその別の事情でいる日本人の帰りたい人も返すとか、いろいろなことを条件つけましたよね。うん、これは要するに包括的に全部一緒くたにしてパッケージにして拉致だけを目立たさないようにしたわけですね。はいはいはい、これはだから、キム・ジョンウンのメンツも立ててやったわけですよ。拉致問題だけは声高い国際的な犯罪だって言い立てるんじゃないと、とにかく取り戻すことが大事、はい、あんなね、あんなとんでもないやつらね、本当はね、生き延びさせちゃいけないんですよ、犯罪者ともはね。だけど、とにかく同胞をまず引き取ることで、うん、あとは体制の始末はどうつけるのかは、本当は北朝鮮の人民に任せれば、そんな長続きすると思いませんからね。うん、いいと僕は思いますね。 あとはじゃあ勝谷さん、その帰国するタイミングですよね、これ。うん、おそらく9月ぐらいに日朝首脳会談があるんじゃないかなと思いますね。はい、お、そうですか、9月ぐらいに。はい、そうなると 北東アジアのキャッシングボートを安倍晋三が握ることになります。あ、つまり、ね、核の話をする何にしろ、はい、安倍さんが、主導権を持つでしょう。お、他のところはないんですから、窓口が。あ、で、はい、同じ頃にプーチンさんが来ます。ああ、そうですね。ということは6者協議の中のキャスティングボートを日本とロシアが握るでしょう。これはということはどういうことか、これ対中国なんですね。要するに日露同盟と中国とのせめぎ合いという形に持っていこうとしてるんじゃないですかね。はあ、なるほどね。うん、いや、それぐらい先読みしてないと外交ってわからないですよね。ということは何か9月に何かいろんな大きなうねりが起こりそうですね、これね。はい、プーチンさんが、はい、対ロ制裁に不快感を示したって日本のメディアは、言いますが、はい、出てますね、プーチンさんあの時に北方四島についてのこともあるしって言ってるんですよ。言ってましたね。ということは、はい、四島問題、今までそんなものは存在しないって言ってロシア言ったのが、はい、それをちゃんと訴状に乗せて、で引き分けとかまた言ってるわけですよ。はいはい、だからこっちもね、相当話つけつつあるね。アメリカは相当不快感を持ってますよ、日本が制裁に 100% 乗ってこないの。昨日ですか、ロシアの下院議長が来日してるんですよ、日本に。はいはいはい、これはアメリカは、入国させない制裁対象に入れてる人なんですよ。はい、それを日本が入れて、世耕官房副長官が会ってるんですよ。うん、こんなのアメリカから見たらムカーッときてますよ。だけどそれぐらいのリスクを犯してでも日本は今ロシアとやろうとしてますね。ほー、面白いですね、今の日本の外交は。チャンネル登録もよろしくお願いします。